始まります。どうなるでしょうか。3試合選手リーチはアルトランシュです。ハルパスからもコンボに行きますからね。確かにそうか、ハルパスからコンボ行けるのに、はい、やばいですね。バルチャーチェックで行きます。うわ、疲れた。お互いに飛び合いになっている。ランチの競り勝って、しかしここで体を止めて、これはコンボ拾えない。そうなんです、拾えないんです。このルートはでも手が普段通りでルートをやってしまう。拾って、置き攻めはどうする。うわー、危ない。今そこ投げ抜けてる。レジャーズ運命は変えない。むしろ先ほどランチがやったやり口、アルスランシュは成功させていく。ここでアルスランシュが出ました。いいところで打ちましたね。今持ってってフェイント、ラピッドベアもね、結構反撃をうまく横移動がとんでもないで食らってるんで、はいはい、怖いですよね。怖いですね。カットボールが間に合わない。しかし、いや、足も出る。壁際にはなるんですか。ライトを飛んでいるのはアルスランシュ、暴れていきます。これはいいルートですね。しかしあまり減らない。反撃はありません、このクマシラヌイ。いやー、ラリであとはもうザフィーの1人捉えられますね。しかもベアラリの反撃があんまり高くないのは、ね、そこはクマを、まあ、パンダを選んでもいいところですよね。ベアラリを打っていきたい。有利かな。攻めるのはアッシュ。レイジ状態逆は通過出し切る。うわー、ベアピッチャーで達成が来てきました。捉えるのはランチ。前出しです。あれなんで、あ、これはそうですね。このルートであれば入る。一発減らす必要があると。でも減らない。反撃しっかりからの、なるほど、うん、このベアイキャンをとりあえず打っておいて、モーションがあったら出し切るっていうですね、反撃をしっかりしている。まあ、逆に言えばアルスランシュはもう体ボールも出し切れないですよね。そうですね、リスクがありすぎる。ここも反撃は間に合わない。ありません。4番では強力。うまい。クマさんを攻撃できればライトベア1対1。ややラッチか、優勢か、ね、出し切り。勝負を仕掛けていくのはアルスランシュ。またラッチと無理を取って一旦くるくる。でもラッチのプレッシャーがあって結構ライン上がってますよね。ですね。そして現地に対する反撃は高いぞ。いや、今体のところに3発目出せない恩恵が出ましたね。ですね。やつ目当たってるのに。うわー、うまい、うまい。横移動 TK から削り取っていくのはアッシュ。ラッチ、はい、しゃがみたい。おい、いや、途中だ。今度はガードしている。ナイスガード。足元届いて